はい、皆さん、毎度毎度。パーマのね、ロット選定ね、薬剤選定もそうだけどね、若い時ってそれほど、パーマやらないし、若いお客様が多い時って、若い方の髪の毛は太いからね、意外と太めでかければなんとかなるっていうの？だそのイメージを引きずっておばさんパーマをかけると、ダメなんだよ。かからねえんだよ。我々がパーマを始めたような頃は、聖子ちゃんカットのパーマで、あれちょっと難しかったね。で、それからソバージュになったのよ。で、ソバージュは最初のうちってやっぱりみんなかかりにくいんだけど、かけたり取ったり当時してたんだよね、若い方はね。そうすると1回かけた髪、しばらくソバージュ楽しんで、で、なんかめんどくさいからまっすぐにパーマ取って、んでまたかけると、飽きたから、ソバージュに。だから、傷んでるから、意外と太めでも、ロット系に近く簡単にかかってたんだよね、当時ね。だから、緩めって言われたら、本当に太いので巻けば緩くかかってたんだよね。10人、15人、ソバージュの方が来ればね、ほとんどの方が2度目、3度目かけるような方。1年ぶりにかけるっつっても、1年前にかけてるから意外とかかりやすかったんだよね。どのぐらいの割合だったかな。土日10人とか15人ソバージュかけると、中にね、1人か2人初めてかける方がいるのよ、パーマソバージュかなんかに。で、そういう方も太めでかかるもんだと思って、そういうイメージでね、太めで巻いてしまう。するとね、最初からかかってなかったり、一回シャンプーしたら取れちまったり、で、かけ直しに来るっていうの？当時自分も若かったからね、そんなかけ直し来たらかけ直せばいいやみたいな感じでね、気にしねえで仕事してたっつうの？体力もあったからね、30代ね、前後の時は。だから、かけ直しに来るような方、そんな10人、15人に1人ぐらい、そんなのは無視してね、とにかく太めで巻いてしまう。とにかく忙しかったから太めで巻いちゃう。大半の方がね、太めで巻いてかかってたから、当時ね。だからその太めで巻くっていう習慣だよね、当時ね。その習慣でね、おばさんだろうが、難毛だろうが、細毛だろうが、みんな太めで巻いて、オーバータイムでかければいいやと。で、当時は、モノエタノールアミンかなんか入ってる薬あったのかな？匂いがしない薬とか。ああいうの使うとね、放置時間に比例してチリチリになるんだよね。10分でダメなら15分でダメなら30分。いや、チリチリにはなったんだよね。で、それで返しちゃうっつうの、チリチリパーマで。当時はそんな仕事してね、ごまかしてたってば、ごまかしてたわよね。一回切りましょう。お疲れ様でした。やっと切り終わったね、今。肉大じゃ変ないだ。や。よいしょ。で、なんだっけ、玉ねぎは最後でいいや。人参を、硬いから気をつけてね。1分使えばいいか。1本。でもこれ、1本。でさ、このサイズの1本のことなのかな。別に、すみません。1迷っ分。た。多すぎる？いや、わかんない。今でじゃがいも全部切っちゃった。4つ。いっかな、これ1個で。1個で大丈夫だよ。じゃあ、いいや。あんまり人参入れる、人参になっちゃうから、味が。肉じゃがじゃなくて、人参じそゃが、人参肉になっちゃうう。そうから。ね。